はいどうもこんにちは、 J リーグにゃかサポーターの良平です。今回も J2 注目カード4試合を深掘りし、全カードの結果とそれを踏まえての最新順位まで確認していこうと思います。この動画を見ていただければ、 J2 の最新順位をはじめとしたリーグの情勢、より J2 リーグを楽しめる内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速注目カード4試合をチェックしていきましょう。まずは千葉対群馬のゲーム、結果1対0でホームの千葉が勝利しました。前節は愛媛に苦しみながらもエース小森選手の2ゴールで勝利、プレーオフ圏キープのためにも最下位群馬との一戦は絶対に落とせない6位の千葉と、前節で降格圏がすでに確定、来季以降に向けてサポーターに明るい未来を示したい20位群馬の一戦、千葉にとっては絶対に落とせない難しい一戦を見事に千葉が制しました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの千葉は 4-2-3-1 の布陣、前節から1名のスタメン変更、出場停止明けから横山選手が復帰、6戦11ゴールと今 J2 で最も注目されているストライカー小森選手にこの試合もゴールの期待が集まります。対するアウェーの群馬は可変の 4-4-2 の布陣でしたでしょうか。前節から2名のスタメン変更、中塩選手、雨笠選手がスタメン入りとなりました。試合を振り返っての全体的な印象ですが、1対0という最小得点差の試合ながら終始千葉が主導権を握ってゲームを進めていたと思います。序盤こそ群馬のコンパクトな守備陣形と高い位置からのプレスに苦戦しましたが、時間とともに徐々にゲームは千葉ペースへ。左サイドバック小川選手のクロスに右サイドバック高橋選手がヘディングで合わせるなど、サイドバックからサイドバックという厚みのある攻撃を展開、センターバックの松田選手の冷静な対応や正確なサイドチェンジで攻撃の起点となったり、田中選手杉山選手が再三サイド突破からゴールに迫るシーンを作りました。すると前半33分、田中選手が左サイドを抜け出し体勢を崩されながらも折り返し、横山選手がシュート、そのこぼれ球を最後は小森選手が技ありのヒールで流し込み、ホームの千葉が先制に成功。いやー、小森選手がまたまたまた決めましたね。いや、これで7戦12ゴールですか。いや、小森選手の得点がもう止まらないですね。そしてこのゴールは田中選手も倒れればファールというシーンで、まあ、よく倒れずに持ちこたえて折り返しのボール上げましたね。普通であれば倒れてファールもらった方が、まあ、体力的にも楽ですし持ちこたえる選手の方が少ないようなシーンだったかと思いますが、そこを安易に倒れずプレーを続けた田中選手がまず素晴らしかったですね。起点となった佐々木選手の縦パスも良かったですし、千葉の選手たちの能力の高さが随所に現れたゴールだったと思います。前半はこのまま1対0で千葉リードで折り返します。後半に入っても基本的には千葉ペースは変わらなかったですが、群馬も選手交代を機に攻勢に出ます。和田選手、佐川選手が投入されたことで中盤のセカンドボール玉際の攻防で優位に立つと、先場選手樺山選手を中心に厚みのある攻撃を見せました。ちょうど後半15分から20分台の時間帯は群馬もいいリズムで攻撃ができていたと思います。千葉はリードしているという状況もあって主勢に回る時間もありましたね。ただそこから終盤にかけての千葉は素晴らしかった。残り時間を考えてセーフティーにより守りに肘を置いた戦い方もできたと思いますが、千葉は最後まで攻めの姿勢を貫いていました。ボールを奪ってからも前に大きくクリアすることはせず、しっかりとつなげるところはつないで、そこからボールを保持して全体を押し上げる。サイドバックの高橋選手とか、まあ、特にマイボール大事にしている印象ですね。どうしても1点リードというギリギリの展開だとセーフティーにクリアしたくもなるんですが、自陣深い位置でもしっかりとパスをつないでいました。選手交代も田口選手、岡庭選手、椿選手、ドゥドゥ選手と攻撃のカードを次々と投入、
決して守りに入ることなく最後まで攻めの姿勢を崩さない。岡庭選手や小森選手に終盤決定機もありましたし、攻めの姿勢を見せることで群馬に攻撃の隙を与えず、終盤の時間帯は決定機らしい決定機をほぼ与えてなかったと思います。試合はこのまま1対0で終了。ホームで最下位群馬、しかも降格圏が決定している相手とあって、まあ、絶対に勝利が必要な逆に難しい試合だったと思いますが、千葉が見事に勝ち切りました。いや、こういったメンタル的に難しいゲームをしっかりと勝ち切れるようになったのは千葉にとって非常に大きいなと思います。そしてここからはちょっと良平の独り言を言います。あんまり言いたくないんですが、この試合の主審の方の判定はちょっと疑問符がつくシーンが多かったです。さすがにちょっとこれは看過できないと思いまして、独り言を言わせていただきます。まず前半の千葉ミッドフィルダー杉山選手がペナルティーエリア内で倒されたシーン、普通に足がかかっているように見えましたし、僕個人的な意見としては、まあ、PK で妥当なんじゃないかなと思いました。まあ、これに関しては、まあ、VAR もないですし、審判の裁量で、まあ、100歩譲ってノーファールでも、まあ、なくはないかなと自分を納得させて試合を、まあ、それまで見てました。そんな疑心暗鬼の中、問題は最後のプレー。岡庭選手が左サイド抜け出し、群馬ゴールキーパー串引選手がゴール前に上がっていた中、無人のゴールにシュートを決める絶好のチャンス。これを群馬の選手にファールで止められるという、まあ、レッドカードが出てもおかしくない事象が発生しました。うわ、これはレッドカードかなと思って僕は見てましたが、これを主審の方は、まあ、何を思ったのか、まさかのノーカード判定。解説の方も言ってましたが、まあ、焦点は、まあ、レッドかイエローか、得点機会の阻止に当たるのか当たらないのかという場面、まあ、少なくともイエロー、まあ、これがレッドになるかどうかが、まあ、この判定の焦点だったと思います。まあ、それがまさかのノーカード。まあ、その後のね、揉み合いで佐川選手にイエローは出たんですけど、まあ、そこじゃないでしょと。まあ、あんまりね、僕も判定にとやかく言うのが好きじゃないんですが、さすがにちょっとね、この判定はおかしい。千葉側がちょっとかわいそうだなと思いました。まあ、よくよくちょっとね、調べてみると、まあ、その前にハンドがあったとかなかったとかで、まあ、その影響でノーカードになったんじゃないかという情報もあったりしましたが、まあ、リプレイ見てもハンドじゃないとは思いますし、まあ、そもそもハンドだったんなら、千葉ボールでフリーキックはおかしいですよね。千葉ボールのフリーキックの判定だったんなら、群馬側のファールを取ったということだから、少なくともイエローは出ないとおかしいと思います。というか、串引選手がゴールから遠く離れていた時点で、十分得点を決めれる、まあ、体勢でもあったし、レッドが妥当だったと思います。まあ、僕もね、審判免許とか持ってるわけじゃないので、もしかしたら間違ったことを言ってるかもしれません。まあ、ですが、さすがに、判定はまずいんじゃないかなと思います。これがね、まかり通ってしまうなら、もうファールしたもん勝ちになっちゃいますよね。これは、まあ、サッカーのエンターテインメント性を著しく損なうので、まあ、ちょっと看過できない事象でしたね。もちろん J の審判は、まあ、本当にね、大変な仕事で、まあ、こうやって文句はね、言われることがあっても褒められることは少ないですしね。審判に最大限のリスペクトは必要ですし、日々試合をさばいてくれる審判の方々には感謝しかないんですが、はい、ちょっと独り言を長々と喋ってしまいました。まあ、そういった判定があってもしっかりと勝ち切った千葉が、まあ、まずね、素晴らしかったですね。この勝利で千葉は3連勝、昇格プレーオフに向けて大きな勝ち点3を手にしました。残り4試合、混戦のプレーオフを勝ち抜き、見事昇格をつかむことができるのか、千葉の躍進を楽しみにしたいと思います。続いては山形対山口のゲーム。結果は2対0でホームの山形が勝利しました。
直近4連勝と絶好調、破竹の勢いでプレーオフ圏内に迫ってきた7位の山形と、対照的にリーグ戦5連敗と絶不調、プレーオフ戦線に生き残るためにはプレーオフ争いのライバル山形との一戦は勝利しかない9位山口の一戦、注目のプレーオフ争い直接対決は山形に軍配が上がりました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの山形は 4-2-1-3 の布陣、前節から1名のスタメン変更、白輪選手が久々のスタメン入りとなりました。対するアウェーの山口は 4-4-2 の布陣、前節からスタメンの変更はありません。今季 J2 最大のサプライズといえる躍進を見せた山口、試合監督もラストチャンスと捉える一戦、昇格の夢をつなぐことができるのか注目でした。試合を振り返っての全体的な印象ですが、山形が前半の早い時間帯で2点を先取し、その後は安定した試合運びで危なげなく勝ち切った試合だったかなと思います。試合は開始早々に動きます。開始1分でセットプレーの流れからリサロ選手のヘッドで山形が先制に成功。いやー、リサロ選手の4戦連続ゴールは技術の高い素晴らしいヘディングでのゴールとなりました。そして連敗中の山口としては開始早々の失点は非常に痛かった。連敗中とはいえ気持ちを切り替えてこの大一番に臨んだと思いますが、その出鼻をくじかれる格好となりました。山口はなんと9試合連続で先制を許す苦しい展開。しかしこの試合がラストチャンスの山口はその後も下を向くことなくハイプレスを敢行、高い位置でボールを奪うシーンも見せました。特に2トップの奥山選手、末永選手が何度も山形のビルドアップを追い続け献身的なプレスを見せていました。しかし次の得点は無慈悲にも山形にもたらされます。前半12分に山口の得点チャンスから1点、前選手のクリアミスを拾い、最後は高井選手が豪快に蹴り込んで山形に追加点。まさに電光石火の2対0、直近の調子の違いを見せつけるような開始早々の2得点となりました。2点のビハインドを背負った山口はもう得点を取るしかなく、引き続き積極的なハイプレスを仕掛けますが、前半30分あたりからでしたかね、さすがに奥山選手、末永選手も消耗が激しく前からのプレス強度が落ち始め、山田も小西選手がサイドに開いてサポートするビルドアップの形を見せるなど、ハイプレスを打開してボールを保持していました。前半はこのまま2対0で折り返します。後半も得点を取るしかない山口と2点のリードを保ちたい山形で膠着した展開が長く続きました。後がない山口はハーフタイムに2枚替え、さらに後半22分にはディフェンダー登録の平瀬選手を最前線に投入し、なりふり構わずゴールを目指します。セットプレーやロングスローからこぼれ球を拾ってチャンスになるシーンもありましたが、まあ、ここは山形守備陣が非常に集中していましたね。コーナーキックの競り合いなどゴール前で山口の選手にボールがこぼれるシーンが、まあ、結構あったかなと思いますが、それでもしっかりと体を寄せてシュートをブロック、全員が本当によく集中しており、最後のところは自由にさせない、土井選手、リサロ選手が好調の陰で目立たないかもしれませんが、この山形の組織的な守備と最後体を寄せ切る最後まで徹底した守備が終盤の躍進を支えているなと感じます。山形は最後まで試合の主導権を渡さず、攻撃的なカードを切りながらうまくゲームをクローズ、序盤に奪った2点のリードを守り切り、山口とのプレーオフ争い直接対決を制しました。いやー、山形が本当に強いですね。まあ、この試合で山田選手、阿部選手とディフェンスラインに負傷交代が出てしまったのは非常に心配で、まあ、特に山田選手がね、2度頭部への強い衝撃が加わっていたので本当に軽傷であることを祈るばかり。まあ、ただ代表ウィークが重なって2節まで少し期間が空くのが不幸中の幸いでしょうか。そしてこの試合は主審の方のジャッジが結構良かったなと個人的には思いました。しっかり警告対象のプレーにカードを提示して個人的にストレスなく見れましたね。空中戦の競り合いの、まあ、どっちがファールかという微妙なジャッジこそあったものの、全体的に良いジャッジだったかなと思います。この勝利で山形が破竹の5連勝、プレーオフ圏にまた一歩近づきました。
ラスト4試合でプレーオフ圏をまくりきれるのか。終盤の山形の躍進が止まる気配がありません。続いては長崎対大分のゲーム、結果は4対1でホームの長崎が勝利しました。ついに迎えた新スタジアムでの開幕戦、日本最高ともいえる憧れのスタジアムで、これから訪れる明るい未来に向けて勝利で出発したい3位長崎と、残留を確定させるために一つでも多く勝ち点を持ち帰りたい17位大分の一戦、記念すべきピーススタジアム開幕戦を長崎が勝利で飾りました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの長崎は 4-3-3 の布陣、前節から2名のスタメン変更、増山選手、名倉選手がスタメン入り、いつもは中盤の位置で起用されるマテウス選手が最前線に入りました。対するアベーの大分は 3-4-2-1 の布陣、前節から1名のスタメン変更、弓矢選手がスタメンに入りました。試合を振り返っての全体的な印象ですが、引いて守る大分とボールを握って攻める長崎という構図が多くの時間帯で見られ、ここまでの順位を反映したかのような長崎が新スタジアムの声援を背に強さを示した一戦になったんじゃないかと思います。序盤から 5-4-1 のブロックを敷き、引いてブロックを構える大分に対し、長崎がボールを保持しながら攻撃の糸口を探す、そんな展開が続いていました。大分も隙あらば一気にプレッシャーをかける守備を展開していましたが、基本的には長崎にボールを握らせてのカウンターを狙っていたのでしょうか。ただ長崎ディフェンダー増山選手のシュートがクロスバーを叩くなど、徐々に得点の気配がし始めると、前半24分、大分ゴールキーパームン選手の横パスをマテウス選手がカット、無人のゴールに流し込み、思わぬ形で長崎に先制点がもたらされます。いや、これも新スタジアムの見えない力なのでしょうか。相手のミスから幸先よく先制に成功しました。さらに33分にはコーナーキックからバウト選手が頭で合わせて、前半のうちに追加点もダッシュ、ボールを握りつつセカンドボールを長崎が回収、優位に試合を進めて前半を折り返します。そして後半も長崎ペースが続きました。立ち上がりの後半4分、またしても高い位置でボールを奪うと、マルコス選手が試合を決定づける3点目、秋野選手のボールをカットしつつのパス、ゴール前でのマテウス選手、マルコス選手の落ち着きも見事なゴールでした。その後は大分も長崎ゴールに徐々に迫るシーンを作りますが、3点のリードを背景に長崎がうまく試合を運んでいたかなと思います。秋野選手や増山選手が攻守においてかなり効いているなという印象で、目立たないですがいいプレーを随所に見せていましたし、最前線に入ったマテウス選手も本職はミッドフィルダーながら、体の強さを生かして攻撃の起点となっていました。試合終了間際に両者1点ずつ得点が生まれ、スコアは結局4対1で終了。記念すべき新スタジアムでのこけら落としを長崎が見事勝利、最高の環境の中で勝ち点3をもぎ取りました。まあ、大分のミスには助けられたものの、終始試合を優位に進めていましたね。そしてまあね、それにしてもスタジアムすごかったですね。いや、ピッチとの距離めちゃくちゃ近くて、臨場感とか半端じゃなさそうですよね。まあ、まだ芝の状態が緩くて、そのあたりは改善が必要かもしれませんが、いや、こんな最高なスタジアムで選手として試合に出たらと想像すると、いや、気持ちが高ぶってしまいますね。莫大な資金を投入して、もはや一つの街レベルの規模のスタジアムとなったピーススタジアム、一つの成功モデルとしてサッカーが地域に根付いてくれると嬉しいですね。続いては横浜対鹿児島のゲーム、結果は1対0で横浜 FC が勝利しました。ここまでなんと19戦負けなし、今節勝利で昇格が決定する可能性もある2位横浜 FC と、反対に敗れれば降格圏が確定する可能性もある19位鹿児島の一戦、共に目指す目標のために勝利が必要な一戦を横浜 FC が勝利しました。まずはこの試合のスタメンです。
ホームの横浜 FC は 3-4-2-1 の布陣。前節からスタメンの変更はありません。盤石の11人でこの試合に臨んできました。対するアウェーの鹿児島は 4-2-3-1 の布陣。前節から1名のスタメン変更。星選手がスタメンに入っています。試合を振り返っての全体的な印象ですが、先制点が早い時間帯に入り、一方的な横浜 FC のゲームになるかと思われましたが、鹿児島も非常にいいサッカーを見せて、1点差の競った好ゲームになったと思います。立ち上がりは完全な横浜 FC ペース。福森選手の精度の高いフィールドと縦パス。ジョアン・パウロ選手がサイドに流れたスペースに、ユーリ選手が上がってきたりと、各ポジション流動的に動きながら、いいリズムで攻撃を展開。守備でも奪われてからの即座のプレスで、苦し紛れのロングボールを素早く回収。鹿児島陣内に押し込みながらゲームを進めていました。すると前半16分に岡田選手が幸先よく先制点をダッシュ。圧倒的に攻め込んでいた横浜 FC に先制点が生まれます。このままホームの横浜 FC の一方的な展開も予想されましたが、そこからの鹿児島も素晴らしいサッカーを見せていました。徐々に横浜 FC のハイプレスをかいくぐるシーンが見られ、横浜 FC 陣内でのプレータイムが増加。細かいパスワークでプレスの的を絞らせず、食いついたところの背後のスペースを狙うなど、非常にいい攻撃を鹿児島はしていたと思います。守備でも後半、高橋選手の決まったかに見えたヘディングシュートを、出森選手がスーパーセーブで駆け出しゴールを死守。緊張感のある1点差の時間帯が終始続きました。いや、本当に鹿児島素晴らしかったと思いますね。とても残留争いをしているクラブとは思えない、いいリズムの攻撃で、横浜 FC 相手に押し気味に試合を進める時間帯もありました。最終的なスタッツも、ボール支配率は 57% と、鹿児島が支配率で上回っていて、福森選手、宇都川選手と横浜 FC の最終ライン2枚にイエローカードも出ていましたし、横浜 FC が後手に回るシーンが作れていたかなと思います。まあ、ただ、そうは言っても、横浜 FC が強かったですね。相変わらずの試合巧者ぶりを披露。鹿児島の攻撃に不正に回る時間こそ多かったですが、最後の最後、決定的なシーンは作らせず、ゴールキーパー、市川選手も、ディフェンスラインの背後のスペースを何度もカバーして、ピンチを未然に防いだり、ジョアン・パウロ選手や小川選手といった、前線の選手のプレスバックや、守備での献身性も見事でした。リーグもラスト4試合という佳境に差し掛かったとはいえ、いや、未だにラスト15分の失点がゼロなのもすごすぎますよね。ここまで19戦無敗を継続していたのも頷けます。まさに強いチームの試合を見た気がしますね。試合はこのまま1対0で終了。序盤にもぎ取ったリードを最後まで守りきり、横浜 FC が20戦無敗を達成。順位も首位に浮上し、昇格についに大手をかけました。実は他会場結果関係なく、勝利すれば自動昇格権が確定になります。20戦無敗、ラスト15分の失点0と驚異的な記録を継続している横浜 FC、 このまま記録づくめの昇格となるんでしょうか。実は昇格が決まる注目の一戦となりそうです。最後に他会場の結果と順位表です。甲府対岡山は3対1で甲府が勝利。藤田対岩木は1対1のドロー。美濃対清水も2対2のドローとなりました。2点ビハインドを背負った清水でしたが、よく追いついてドローに持ち込みました。いや、この勝ち点1はかなり大きいですよね。栃木対愛媛は1対1のドロー。熊本対徳島は1対2で徳島が勝利。仙台対秋田は0対1で秋田が勝利しています。順位表です。横浜 FC が勝利し、清水が引き分けたため、今節首位が入れ替わり。しかし清水も次節勝利で自力での自動昇格が決定。まあ、そう考えると今節の勝ち点1はやはり大きいですね。そしてプレーオフ争いが大変なことになっています。千葉が今節勝利で一気に4位まで浮上。さらに岡山、仙台が共に敗れたため、勝ち点55で3クラブが並ぶ異常事態に。さらに後方からは
山形が凄まじい勢いで迫ってきており、勝ち点1差の7位、4クラブが勝ち点1差にひしめく大混戦のプレーオフ争いとなりました。まあ、長崎のセーフティーリードとなりましたが、4位以下はどこのクラブが入るかわからない混沌とした状況になってますね。いや、毎年プレーオフ争いは最後までもつれる、まさに息の詰まる展開になりそうですね。続いてボトムハーフ、勝利した徳島、甲府がそれぞれ12位、13位に浮上。そして残留争いでは鹿児島が敗れましたが、17位大分も敗れたため今節での降格権は確定せず、ただ18位栃木以下は非常に苦しい状況に変わりありません。次節自動昇格、そして自動降格権のクラブが出てくるのか、次節以降はいよいよリーグのクライマックスと言えそうです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今節自動昇格は決定しませんでしたが、横浜 FC 清水は次節勝利で自動昇格が確定、いよいよ昇格に大手といった状況でしょうか。反対にプレーオフ争いは大混戦、4位千葉から6位仙台までが同勝ち点で並び、勝ち点1差で7位山形が5連勝で背後から一気に迫る、いや非常に競った展開となってきました。次節は自動昇格が決まるのか、プレーオフ争いを抜け出すクラブはどこなのか、そして自動降格権のもう一枠が決まってしまうのか、ラスト4試合、リーグも最終盤となってきました。最後まで視聴者の皆様とこの最高に面白い J2 リーグの結末を見届けたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も J2 リーグを中心に動画を配信していきます。少しでも面白いと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。